はい、皆さんどうもこんばんは、ユーゲームチャンネルです。今回もね、ロストジャッジメントの、今回はっていうか、まあ、最近エーペックスばっかやってるからちょっと久しぶりになるんだけど、ロストジャッジメントの続きをやっていきたいと思います。でね、ロストジャッジメント前回は確かユースドラマの暴走族を進めてったと思うんだけど、そこでね、花咲っていうこの暴走族のメイドインヘブンっていう暴走族があるんだけど、この中の一つの派閥の爆音雷竜っていうね、派閥に所属してるリーダーなんですけど、まあそいつと次戦うよってとこまでは進めてきたんですけども、なんかその進めるにあたってこいつの弱点はなんかねえかみたいな話になったんだけど、なんか実はこいつこんな具合悪い顔してんのに、これね、こんなこんな素肌に鉄アレっていうか、胸当てって着てるのに、めちゃくちゃ可愛いね、彼女がいるんですよ、実は。うん。で、その彼女からもう別れましょうってなんか、いう話をされてるんだけど、その場面に出くわしたんだけど、そこでね、なんかそこで親御さんに反対されてるみたいで、相手のね、彼女さんの日和さんっていうんだけど、ね、もう暴走族とは付き合わせられないみたいな感じの結構厳しい両親で、なんか議員かなんかやってるみたいな話で、で、さらにはその別れないと花咲のことを捕まえるぞって警察に指令がいて圧力かけれるんだみたいな話をちらつかせてきたらしくて、まあ、これはむしろこの話をね、なんつうの、利用するっていう手はないなってことで、こっから花咲をね、任して暴走族を、から足を洗わせようかなってところまで話が進んだっていう、ちょっとセンシティブな内容だったんだけど、で、その次もデスレース行けば花咲と戦えるんで、それを今回ちょっとね、進めていこうかと思います。早速ね、ガレージに入ろうか。ガレージに入るか、入ろう。はい、来ましたね。まあ車種はね、なんか多分まだ手に入らないんで、とりあえずカスタマイズももう特に変えれるとこないんで、今全部もう金の暴力使って全部いいやつつけてるからね。とりあえずこれでもうデスレース向かおうか。これで多分ね、花咲と戦えるはず。来ましたあれ今日矢上さんヘルメットしてないの？おー、こいつまだ12月なのに、この服装どうなる？てか、そもそもこんなにトリプルちゃんみたいなの持ってるし、おい、それ捕まるだろ、普通に考えて。何やってんの、こいつ。後ろの奴らもノリノリにやってんじゃねえよ。こんななりで彼女いるんだからびっくりしたよな。結構可愛い普通の。てか、高校生だからね。俺最初さ、彼女が高校生、女子高生だったから、こいつ未成年インコなのかなと思ったら、多分同い年っぽいんだよね。純平くんって言われてたから。この年で10、この顔で18歳以下って信じらんねえだろ。クッパの甲羅みたいな片当てしてるし。ヤガミ、覚悟はいいだろうな。ああ、もちろんだ。けど、ヤガミだって珍しくノーヘルだね。いいの？ああ、でも確かに警察にもちょっとね、メイドインヘブンを壊滅させるためなら、ちょっとした交通違反は、目につむっといてあげますよ、みたいな感じの人がいたからね、今でしょの人に似てるんだけど、名前忘れたけど、東進塾の先生。だが、ボマ、一つ確認しておくが、俺が勝ったらお前は俺に従うんだよな。無論だ、ルールは絶対、勝った方が偉い。それは変わらねえ。分かった。よし、分かった。お前が負けたら暴走族から足を洗ってもらうからな。日和さんと末永くお幸せに生きろよ。おっしゃー、見てみよ、てめえら。今宵もド派手な花火、咲かせてやるぜ。いかつ。その花火を出す銃は、自家製 3D プリンターかなんかで作ったのかな。捕まるだろう。捕まれ。夜景を彩る刹那の花火。俺様自身の命の輝き。サーキットで炸裂するビッグバン。ダセーこと言ってる。たまやじゃねえわ。俺様の花火に酔いしれろ。やるぞ。たまや。急にダセー。おー。探してきたね。汚ねえ花火を。こいつなんか、つまんねえセリフ言うな。おスウォーじゃん。
こいつだ、もともとこの暴走族に、なんだろう、潜入したのはこいつがね、目的なんですよ。もともとこいつ星稜高校の3年のなんか生徒指導員会長みたいなやつだったんだけど、暴走族とは全く無縁そうなんだけども、なぜか一夜にしてこの暴走族のリーダーになってしまったんで、その原因とね、原因の調査と足を洗わせるために暴走族に潜入したんだけど、スオウも来てやがったか。久しぶりに見たなあいつ。うわー、今日多いんじゃないのこれ。とりあえずこの周りの雑魚をボコボコに事故らせて引っ越すっていうゲームなんだけど、とりあえずね。でガードとかが大事なんで、結構花火がやらっ、オッケー、これでね、花火はきちんとガードしなきゃいけない。で、あーちょっと、あーもうオッケー。でこれでね、このタックルすることで相手を引き殺すことができるんだけど、こんなに事故ったら死ぬだろ普通に考えて。あ、オッケー、死んだ、人も死んで、もう二人殺したわ。危ねえ。あー、花火、危ねえ。オーケー、ナイス。で、これね、あとね、このタップっていうのを使ってる時にぶつかると、あー、ぶつかれなかった。ぶつかれなかったから、とりあえず、オーケー。二人殺傷。殺傷だな、これ。オーケー、近づけ。もっと近づけ。オーケー、いいね。一気に戻った。これ、食らったな。これ、ブーストでね、できれば巻き込んで当たりたいんだよ。当たればさ、引き殺せるんだけど、当てないとね、ただの、危ねえ。お前、それはし、せこいやろ。これね、結構タックするタイミングがね、難しくて、ガードするとね、スピード落ちるんですよね。今だ、オッケー。あ、でもあいつ花火を打っ放ってきたな。今、あー、ちょっとこれ、絶妙に難しいんだよ。で、このザコたちを全員倒さない限り、ボスとのレースにはならない。オッケー、これはいい感じに巻き込んだ。いい感じに巻き込んでる。あと4人だな。あと4人殺したら俺のデスレースが開始だよ。これ、死んでるかな、マジで。オッケー、当たった。ドリフトして、ちょっとスピードを緩めて、あ、なんか慣れてきたわ。おらおら。あー、当たらなかったな。あいつ結構早いな。ちょっと、あ、やべ。あ、今チャンス、オッケー。あと1人。これはガード。ガード、オッケー。ガードしないとね、こういう時死ぬんですよ。どっちから来る？あー、今、花火に当たったな、これ。オッケー、デスレス開始。こっから、一周で勝った方が、一周差をつけて。あ、これでもボスはね、なんかね、倒せない仕様みたいだな、多分ね、倒せない仕様だと思う。まあ、ここはまあ、もう別にカットしてもいいかな。花咲弱いじゃん。でも後ろ結構、ベタ付けされてんな。あ、やべ、あ、やべ。この花火はね、ガード。オッケーオッケーオッケー。ナイス。結構ベタ付けしてきてんの。オッケー、ガード。ナイスガード。来たぜ、フルスロットで引き離した。結構追いついてくんの早いんだよな。こう追い抜かれない大丈夫か。うわ、やべ、来た。やったー、危ねえ、やべやべやべ、スピード落ちるー、危ねえ、勝ったぜ。あ、最後なんか演出あるんだ。これ引き殺さないよな、大丈夫だよな。はい、いや、あの、さっきのゴールのリプレイか。何この接戦で勝ったみたいな演出。声が田代くんなんだよな、あの野郎。え、お前もボイスあんの、ここ。ウィーン、いや余裕だったわ。もうなんかバイクも慣れたもんだな俺。うまかったっしょ。まあ、うまいと思ったらね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。どうよ花咲、お前はこれで愛に生きる人生を送ってもらうぜ。クッパのコーラね、本当に。だっせな。あ、約束だ、お前は俺に従う。俺の言うことなら何でも聞く。いいな。まあ、約束は約束だからな。ここでバトルとか、なんか暴力に訴える行為はご法度だからな。前に言っとくけど。ああ、ルールには従うぜ。ああ、よかった。俺の予想してた展開とはちょっと違ったけど。今日から俺様たち、バコンライリーはあんたの部下だ。イヤガミ。盛り上がっちゃった。ところで、
早速だが俺から一つお前に命令したいことが、お前はこの今日をもってメイドインヘブンを抜けろとか言うんでしょどうせ。なんだ、何でも言えよ。今日で暴走族をやめるんだ。これ怪しまれない、スウォー君たちに。はあ目が開いた。つまり魔魂雷竜のヘッドは二人もいらねえってことだよ。なんじゃと、う嘘だろ。なあヤガミ、考え直せねえかこいつ高校生とは思えねえ、ふくらはぎしてんな、ってか太ももしてんな競輪選手かよ。ちょっと待ってくれ、俺様はレースを続けてんだ、今宵に花火を咲かせ続けんな。くそ、あごめんなさいね色別が回んない、咲かせ続けてんだよ。すべて日和さんのためなんだろ。どうしてそれをめっちゃ今日撮ってるこいつ一番知られたくない内容知られちゃったな。花崎日和さんのことはこのままでいいのか。お前が続けたままじゃあの子と別れることになるんだろ。ヤガミ、いやヤガミ、まさかだからてめえ俺様を任したのか。まあそれも理由だけど、まあそれはね、あのここの総長のね、壮大の周防に近づくためのまあ寄り道的なもんですよ。天下無敵って書いてあるこの特攻服だっせ。花崎日和さんを迎えに行ってやれ。でもさすがに着替えてから行けよ。何うるっと来てんだよお前眉毛俺よりねこの耳ピーもすげえな。そうは言ってもよダメだそれはできねえ、情けねえ声出すんじゃねえよ。なんでだよ、できない、どうしてだ。ヤガミ、ヤガミ、実を言うとよ、本当は俺様自信がねえんだ。え、今更もうその格好で付き合えるんだからそんなこと言ってんじゃねえよ。何にほざいてんのこいつ、はあ、もはや花火師でもねえ、何でもねえ、学もねえ、ホームレスの俺様が日和さんを幸せにしていく自信がよ。そんなこと言うんだったら最初から付き合うんじゃねえよこのクソガキふざけやがって。花咲、どうすりゃいい。親から感動され暴走族のヘッドも失った俺様にはもう何もねえんだ。ダメなんだよ俺様にはよ。そんなことねえだろ、家帰ってちゃんと謝んな。そんなことないよ。お、誰だ、瀬山さん。ああ、こいつあれだ、そんなはずないよ、今でしょの人に似てる人。君には素晴らしい花火を作る才能があるんだから。なんでボイスアンドこいつ。瀬山ちゃん、純平君、君の才能は本物だ。その才能は暴走行為のためなんかじゃなく、実はみんなを楽しませるために使うべきだよ。だがよ瀬山のおっちゃん、俺様は実家を感動されちまったんだ。花火師になんてもうなれねえんだよ。純平君、実は今日八神さんが君に挑むと聞いて僕もいろいろと準備をしてきたんだ。え、そうなの、どっから情報準備何の後ろレイクみたいな看板気になっちゃったな。そうですよね、お父さん。お父さん、いかつおやじ。実は以前から何度も純平君のお父さんには面談をさせてもらっていた。お父さんにも原因があったのでは。純平君の感動を解いてあげられないかってね。でもお父さん頑固者だ、かたくなにうんと言ってくれなかった。だけど今夜純平君がとても手強い相手と命がけのレースをするって聞いたら心配になって来てくれたんだよ。ですよね、お父さん。このすっとこどっこいが花火をくだらん競争なんかに使いやがってよ。そんなこと言う、そんな格好したおじさん今の現代いるの。純平君お父さんは驚いてたよ。純平君の打ち上げる花火を見てすごい技術を使ってるそうじゃないか。そうなの。ですよね、お父さん。この与太郎があんなもんはな、やかましいだけのどんちゃん騒ぎだ。お父さん、本当の気持ちを伝えてあげてくださいこれが最後のチャンスかもしれませんよ。ペラボミ、俺の気持ちだ。男はな、てめえの気持ちなんだ口にしねえんだよ。お父さん、言葉にしないと伝わりませんよ。言ってあげてください、あなたの気持ちを。だがよ、まあ腕は衰えちゃいねえようだな失礼。お父さん、さっきは
あいつはすげえ、俺以上だって言ってましたね。ツンデレじゃねえかよ。てめえ、セアマ、そのことは。面白え。親父がそんなことを。そうなのか、親父。嬉しそうにしてんな、花咲。確かによ、お前の花火には魂がこもってやがった。俺にはそういうのわからねえな。爆発してやがった。まあでも長岡の花火大会は感動したな、見て。フェニックスだったかな。大したもんだったぜ。お、親父。俺はとんでもねえ才能を放り出しちまったのかもしれねえ。つまらねえ喧嘩なんかだよ。俺も焼けが回ったみたいだぜ、チキサメ。親父。純平君、君も親父さんに言いたいことがあるんじゃない？うん。親父、俺様には幸せにして人がいるんだ。俺様の花火を使ってよ。だから親父。この通りだ。族からは足洗って真面目に生きるから、俺様にもう一度花火を教えてくれ。お願いします。え、こんな熱い展開だったっけ、暴走族のニュースドラマ。もうちょっと笑っちゃったよ、ごめんなさい。考えてやらねえこともねえけどよ。踏んでる親父め。俺様の感動を解いてくれるのか。当たり前だ、この当変僕が。すべこを言わずにちょっとと戻ってきやがれ。お、親父。親父。抱きつくなよ、言ってだろそのトゲトゲ。よかったな花咲。親父うるうるしてんな。あー、よかったね。お、このアピール力レベル5いったんじゃない。やったぜ、これでダンス部が進められる、アンド電波探偵が進められる。よっしゃ、長かった、このためだけのアピール力頑張ってきたからね。ヤガミってなったな、ヤガミ。おう、達者でな。それと日和さんによろしく。その後のエピソードは見れたりするのかな、気になるな、ちょっと。ああ、ダコンライリューのみんなのことは、ヤガミに頼むぜ。ああ。ああ。てか、こいつ高校生ってことは、ここにいるメンバー全員高校生なのか。そもそも。そうなの？後ろの人、おっさんになるのを見ても。やられたぜ、ヤガミ。まさか花咲を辞めさせちまうなんてよ。それも花咲の声を叶えてやるために辞めさせるだ。ヤガミ、お前はとんでもないお人よしだな、おい。なあ。文句はないな。早いやつが正義だからな、このチームは。ルールは絶対だ。ボイツあった。文句はねえ。それに花咲が望むなら止めやしねえ。そのさ、白の長蘭、ペガサス。ダッサ。ダッセーな。そうか。ヤガミ、こいつの声聞くたびにさ、田代くん思い出したんだよな。元松金組の。声が一緒なんだもん。なあ、最後に俺様のとっておき見てもらっていいか。え、花火、それかその変な服脱ぐわけじゃないよな。まさかそんな展開にはならないよな、さすがにな。え、いざって時のために取っておいたのよ、特大な盛大。目が怖い怖い。お前薬やってる目になってんぞ。怖すぎ、目見ひる、眼、瞳孔ど開いてたよ。おい、お前何よ、これまたあっちっちみたいなオチで終わるんでしょ、多分。ね、なんでこんなやつのこと好きになったの、日和ちゃん。結構可愛らしい子だったよ。これが俺様の思いだ。すげえでけ、うわー。くせえ。くせえな。花、今どき花火のハートとかくせえな。お前ってやつは本当にロマンチックな野郎なら、いや、ダサいだろ。もう今時こんなの、これまたあっちあっちっちんっていう展開にはならなかったね。うわー、なんかバイクもらっちゃった。バイク、スピードボーイ。え、でもこれどうなの、今持ってるバイクの方が強いだろ、多分。多分使い物にならねえな。はい、で暴走族が終わって、なんだ、レイジーエンジェルズとレースをする。あ、ダンス部で調査を続けるが、今出たね、出たよな今。あー、鍵が取れてる。あ、暴走族の鍵も取れてる。結局これ鍵ついてても、進めて多分度胸が超えてれば、
勝手に鍵外れるんだな。多分そういうことだったんだね。なるほどね。え、どうしようかな。ダンス部やる？やべ、敵来た。でもダンス部やるよりも、一旦電波探偵をちょっと、やろうかな。あ、でもどうだろう。ちょっと、ダンス部に顔出してみようか。うん。はい、ということでね、ダンス部の方へ来たんですけど、あれでも、西園はいないけど、入ったらイベント始まるのかな？どうなんだろう。あ、でもマークついてるから多分進められるね。高梨さん。お、これはね、パパ活女子活の高梨さんですね。さやか、心配ですね。さやかったら西園のことだな。何もないといいんですけど、でも今は練習しないとですね。やみさん、改めてよろしくお願いします。え？なんで？練習するになっちゃう。あれ？いないの？え、なんで？進めらんないじゃん。どんなデート、ちょっと待って、これ進めらんないじゃん。ダンスの練習始めたら、できんのかな？どの曲で踊りましょうか？あ、次の課題曲が出てきたな。あ、そういうことか。これでまた次の課題曲を進めたら、なんかイベントができて、それで、西園が出てくるんだな、多分。これか、新しい曲。ガールズ。衣装は多分これなんだろうね。で、振り付けも新しい振り付けに変えよう。なるほど。あ、こんな感じか。ちょっと、ヤグミだって顔でかくね？この衣装。この体、シュッとしすぎだろ。全然顔でかく見えんな。まあ、とりあえずこれはやって、まあ、ここはちょっとカットしてもいいでしょう。ね。やるか。よし、やりますか。いやー、難しかったわ。今回の曲、むず。普通にむずかったわ。いい感じだと思います。ああ、ほらね、コンボがちょっと少なかったわ。やっぱり。今回結構難しかった。クリアはしたけどね。コマンド入力がむずくて、コンボがなかなか続かなかった。お、矢上さん。みなみさん。お調子者のみなみさんじゃん。結構ブラックな一面も持ってるみなみさん。あの子練習ついてこれないから外すのはありじゃないとかっていうのを平気で言うみなみさん。矢上さん、結局最後練習に来なかったですね。ああ、連絡はつかないの？電話には出てくれないんですよ。メッセージに一言だけ返信はくれたんですが、なんでくれたの？風邪とかじゃないみたいです。理由がよくわからなくて。これは恋がたきの平木くんとなんかあったな。そうか、西園らしくないな。お、なんだろう、誰だ？ん？ん？甘沢からメッセージだ。お、珍しい、久々だね。ハンドルネーム、踊るウサギに動きあり。地球ミスケン、ん？ミスケン物質に来たれよ。おじいちゃんか誰かかな、この最後の語尾は。来たれよってどういうことやね。このタイミングで一体なんだ。あ、これもしかして西園苦労か。お、マジか。もうちょっと早とちるかもしんないけど、やだな。いや、実はね、この西園って子が好きな柊くんっていうのは恋がたきがいて、その恋がたきがライバル高校のダンス部のなんとかほおずきゆりえとか言うんだけど、そのほおずきゆりえに対してなんかね、学校の裏掲示板を使って怪我をさせてくれみたいな。で、その掲示板っていうのはこの今ユースドラマで犯人を引き止めようとしてるプロフェッサーっていう犯罪組織のボスなんだけど、そいつをね、探すためにこのユースドラマいろいろ進めて調査してるんだけど、そういう依頼があって、その踊るウサギってのが西園じゃねえからっていう疑いがあったんですよ、実は。俺的には西園好きだから、そんなことないだろうとは思ってるんだけど、いや、でもね、割とあるかもしれない。じゃあその話を、このタイミングだからね、今西園が学校にはいるけど、部活には顔出してないから、なんかつながりがあるかもしれない。早速聞いてみよう。おう、甘さ、久しぶりやん。甘さ。元気しとる？甘さ、どうした？矢上さん。踊るウサギが裏サイトに新たな書き込みをしたのです。また？
こないだその怪我させてくれって書き込みしてから音沙汰なかったんだっけ。ハンドルネーム踊るうさぎ。プロフェッサー様、あるカップルを別れさせてほしいんです。乱暴なことはせず穏便にお願いします。5000円でどうでしょうか。安っそんなことで成立しちゃうのやばいだろこの犯罪組織。え、あるカップルって誰。カップルを別れさせる。え、もしかしてユリエと付き合うってことになったってこと。それで西園がこの書き込みをしてたら辻褄が合ってしまうなそういうパターンじゃないことを俺は祈ってるけど。え、プロフェッサーへの依頼と考えて間違いないでしょう。まあ一応じきじきに名前入ってるからね。掲示板ではまだ返信がついてないようです。プライベートメッセージは分かりませんが。そうか、あの矢上さん、そこで私作戦を考えてみたんですけど、一か八か踊るウサギをおびき出してみませんか。え、どうやってプロフェッサーをの名前を借りて接触するってこと。うん、おびき出す。プロフェッサーのふりをして直接メッセージを送るんです。仕事を引き受けたいから直接話そうと。いや、それはちょっと怪しまれない。むしろプロフェッサーってあんまり実際会ったりしない人でしょ多分。引っかかるのかそんなのに。実は裏サイトのハンドルネームは自由に設定できるので、プロフェッサーという名前でメッセージは送れちゃうんです結構なんかセキュリティガバガバだなこの裏サイト。なるほど。なんで捕まらねえんだこんな書き込みしてるやつら普通に IP アドレス取られんだろこんなことしてたらあー飛ばしちゃった、すいませんね。早速ハンドルネームを変えてメッセージ送ってみます。あ、ダメだ、同一ハンドルネームでの登録ができないか。だったらプロフェッサーの、ダッシュ伸ばすをダッシュにしてみて。そういうこと、微妙に違うんだこれ。あ、いけたこういうずる賢い大人になっちゃダメだぞみんな。あ、まあさ、お前そういうとこあるからな。ほくろは、口元のほくろはセクシーなのにな、こいつちょっと残念なんだよ。なんかお前こういうの慣れてる慣れてそうだな。お前ハッカーのなんか経験ある、はい、調査スキルの一つですから。はいじゃねえよ元気にはいとか言うなマジであ、こいつ鼻にもほくろあんのもしかして。お、返信がありました。会ってくれるそうです。マジで相手も警戒心薄いな。これは正体をつかめるチャンスだな。はいはい、駅近のカフェで待ち合わせを約束しました。駅近なんか行けたっけ。矢上さん、ちょっとわからねえな。矢上さん、準備ができたら一緒に向かいましょう。声をかけてください。え、これ長くなる、もしかしてどうなの。ああ、え、何、もう一回部室入んの。え、どこ、話しかけるってどういうこと。え、どこいんのお前ちょっと待って、え、どこそれどこ、どうやって行くのこれ。え、これ何、どうやって行くの。え、ミスケンのあれ地下ってことか。え、また入んの、なんでよなんで出されたんだよ今だるあ、やっぱここか。なんで今出したんだこいつを失礼なやつだな。え、どうしようかな。今回は一旦この辺にしようかな。矢上さん、いやー結構長くなりそうだな。ちょっと尺的にダメな気がする。まだにしようかな。悪い、ちょっと待ってくれ。わかりました、準備ができたら声をかけてください。まあ、今回はこの辺にして次回にしようかな。わ、かわいいこのパンダ。パンダを撮るだけだからな。俺別に甘さは撮ろうとなんかしてないからな。ポーズ撮ってくれなんて思ってないからな。思ってないからな。でもポーズ取れやなんで取らないなまあいいか、とりあえずじゃあ今回はこの辺にして、次回ダンス部のユースドラマダンス部編のハンドルネーム踊るウサギの正体を暴きに行きたいと思います。はい、で皆さんね、長々とご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。でまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。